ドーナツは好きかい？ジムカーナの世界では食い物とは違う意味になる。そうだろ、ケン。ああ、ジムカーナでは大小のドーナツがある。一見違うようだが、やり方はどちらも同じさ。スムーズなドリフトでオブジェクトを中心に丸く走ればいい。まずはオブジェクトを通り過ぎる感じで加速し、内側にハンドルを切ってハンドブレーキをかけドリフトに移行する。次にスロットルとステアリングのバランスを取り、ノーズを中心に近づけた状態を保て。いいかい、ポイントが与えられるのはマークされたジムカーナのドーナツだけだ。かなり難しそうだが、君なら。最高のメダルだぞ。よくやったな。ジムカーナトレーニングはプロ級だったそうですね。さすがです。その実力を見せてください。今シーズン最後のイベントとしてジムカーナイベントにエントリーしました。最初のシーズンの締めにふさわしいな。勝つ気満々ってわけだ。こいつは面白くなるぜ。次のシーズンに参加するには3位以内に優勝する必要があります。頑張って。